いやー、朝が来るのって早いね。なんかほんと早い。なんかね、目覚めちゃうからさ、いっつも先に起きてんの僕。だからまあ毎朝こういう時間があるってこと。でね、彼女が起きるまで待ってるんです。ずっと待ってるんです。待ってますよ。まあ暇っていうか、まあ暇ではないんですけど、まあいい天気だからいいか。それにしても起きないね。起きないね。朝ですよ。まだ起きない。あ、起きたんだね。おはよう。朝ですよ。おはよう。え、なに？あ、おはよう。はあ、いい天気だね。ん？どうしたのって？ん？お散歩って言いましたか？お散歩ですね。行きましょう。はい、早く準備して。はい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 、よっ。さあ行きましょうね。今日はどこ行くの？何すんの？でもちょっとお腹すいたな。よーし、まずはお散歩だもんね。毎朝ね。行こう行こう。お散歩でしょ。うん、行こう。これつけてね。はあ、いや、いい天気だね。うん、あ、行こう行こう行こう。早く行こう。早く早く開けて開けて。ほらほら、早く。よし、ゴー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 。いいね、いい天気だね。うん、はい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 。急ごう、急ぎますよ急ぎますよ。ほら先を、ほらどんどん行こう。まあ別にね、目的地とかないけど急ぎますよ。いやー嬉しいね。やっぱりお外はいいね。楽しい楽しい。おお、公園行こう。あー気持ちいいね。行こう行こう。あー、たくさん人がいるね。うん、グリーン、うん、いいね。こっち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 。うっ、芝芝芝芝ね。気持ちいい。緑の匂い。うん。木。あ、これ何？ん？ん？誰だろう？ん？ああ、そうですか。ああ。なるほどね。うん。いやー、気持ちいいね。うん。なんかこの芝の上がね、暖かくて。うん。葉っぱ？あ、葉っぱもいいね。生き生きしてる。へへ。そっち行きますか。うん、ついてくよ。どこ行こう今度は。え、よよよ。うん、あ、子供がいる。階段、よしよよ。僕得意なんだよ。よよ、見てこの軽やかな階段上り。よよ。どうですか。
疲れた。もう一回。よし、よっよっ。ほら、どう、この軽やかな階段上り。よっ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 。はあはあ、いい風だ。気持ちいいね。ん？何？どこ行くの？はあ、わあ、風が気持ちいい。うん。ん？何？あ、この幸せな、この至福の時。はあ、ここが目的地なのかな？いやー、本当はね、ぐわーっとね、ぐわっと走りたいんだけどね。全速力で、本当はね。でも、僕、でも、本当はちゃんと帰ってくるんだよ。うん。あ、帰る？帰ろ。お腹すいたね。お散歩したしね。ま、さすがに取り乱すことはなくなったけどね。僕はね。うん。あ、でもいい匂いだな。うん。トントンって。ああ。何作ってんだろうな。何作ってんの？美味しそうな匂いだな。まあ自然と猫。尻尾がね、動くんですけど。何作ってんの？え？ん？調味料？何味かな？うん。おお。うんうん。温まったらね、弱火でね。はっ、まだ？まだ？まだ？まだなの？待ってるよ。ねえ、お腹すいたってば。ねえ、ちょっと僕の存在忘れてない？ねえ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 、ちょっと知ってる？僕お腹空いてるんですけど。階段もあんなに登ったし、ねえ、だいぶカロリー使いました。私にカロリーをください。早く、それ僕の、うん、早くちょうだいよ。ほら、ね、いい子にしてるでしょ。待ってるって、待ってるから、ほら、え、いい子にしてるじゃない。まだかな、まだかな。このなんていうの、この調理はね、手際が良くないと。できた。ご飯、よしよし。定位置に、いつもの場所について。そうそう、これ、うん、待つ。うんうん、なんでしょう、僕の好きなご飯です。いいかな。待つよ。おい、待ってるよ。うん。いただきます。おいしいね。これはやっぱり、このね、お散歩の後のね、ご飯はもう本当に、この誰が考えたんですかね、このご飯の前に運動するっていうね、この順番がね、このなんていうのか、黄金比率っていうんですか。
この順番、誰が考えたんだろう、いいコースだね天才だね、おいしい、そんなこんなでもうすぐ食べ終わっちゃうんですけど、なんだろうね、ちょっと足りなかったな、いやもうなくなっちゃったよ、ねえなくなっちゃったんだけど、ほら綺麗に綺麗にもう舐めたし、いい匂いだな、それも、僕ねまだ腹八分目なんですけど、まだ食べられますよ、手伝おうかね、手伝おうか、ダイエットしてんの、じゃあ僕食べるよね、いつもくれないけどさ、今日はくれんじゃない、今日はくれんじゃないってちょっと期待してるんだけどね、くれないか、もう食べ足りないよ、全然食べ足りない、食べたい食べたいな、それ食べたい食べたい、どうせくれないんでしょ、気を紛らわさなきゃ、もうくれないんだもん、わかってる、あれからねちょっともらったんだよ実はご飯でね、食後にねちょっと可愛がってもらってるわけです、いい時間でしょ、あそこ気持ちいい、もうちょっともうちょっと下、左そうそう、そこそこ、気持ちいい、いい時間だ、ご飯食べてお腹いっぱいになって、こうやって可愛がってもらっていい時間だな、こうやってね二人で暮らしてるとね、これねいろんなことがわかるわけですよ、彼女がね僕に何を求めてるかっていうこととかね、僕もねそれを心がけようとねこう頑張ってるわけですよ、なんかね僕を可愛がりたい時にちゃんと僕がお利口さんっていうのも大事だったりするわけです、それが僕の幸せでもあるわけだから、不満とかはだからあんまりないな、今は結構このなんて言うんでしょうか、素敵な暮らしだと思いません、このなんて言うんだろう、いい暮らしだ、こう中の上みたいな感じあ気持ちいい、頭撫でてくれるの、いや不満とかだからあんまりないな今は、彼女はね結構明るい人だしね、いいですよ一緒にいると、この匂いは、お出かけの匂いです、今日はお出かけなんだね、これねずっとおとなしくね待ってないとね、これ邪魔すると結構ねマジに怒られたことがあるんですよ、だから以後気をつけております、偉いでしょ、今日はお出かけか、お出かけなんだね、お綺麗になったね、美人です、このね声掛けが大切です、一緒に暮らしてるとね、あできた、いやお出かけか、でもね
これはね、僕は一緒に行かないパターンなんだよね。パターン。はあ、そうなんだよね。彼女はしばらくどっか行っちゃうんだよ。それをね、僕は待つっていう。割とそういう日が多いよ。うん。ね？もう行くの？靴履いて。行っちゃうんだ。ああ。行ってらっしゃい。気をつけてね。うん。うん。携帯持った？定期は？お財布は？あ、ドア閉まっちゃった。足音が遠くに。おーい。気をつけるんだよ。はあ、寂しいもんだな。いつものことだけど、遊び相手がいなくなるっていうのは。早く帰ってきてね。いい子で待ってるから。あ、足音が聞こえなくなっちゃった。でまあ一人ですから、お家にね、この広い部屋に一人です。まあ退屈するのは簡単ですけどもね、まあ、僕くらいのね、このベテランになりますとね、いろいろともう分かってるわけですよ。全然辛くないですよ。ええ、楽しいです。こう一人の過ごし方をね、もう分かってるっていうかですね。ええ、それはもう本当に慣れたもんですよ。ええ、偉いでしょ。もうね、家の中のことはね、もうほとんどね、分かってます。行っていい場所、行っちゃダメな場所、ええ、それ大体分かってます。例えばね、こう、うん、ほらね、こういうボール的なものとかね、これ遊んでいいわけですよね。もう散々遊んでね、ちょっと飽きちゃってますが、まあこれ、あの家の中歩いてればね、毎日何かしらの発見があるもんなんで、こうやってね、だいたいこう一通りのルーティンをね、するわけです。こうやって、いろいろとね、見回ってちょっと新しい発見をねしたりしてね、下ばっか向いてないでね、上も見たりしてね、たまにはね、あ、電球切れてんなーなんてね、うん、そういう発見もあったりとかするわけですよ。うん。ほら、いろんなとこ見てるとほら、何か変化があったりとかね。うん。するわけですよ。まあ心の持ちようっていうかね、気持ちの動かし方次第というか、まあ寂しいからって腐ってちゃダメですからね。いろいろ考えることもありますし、やることはあるんです。退屈している暇はないっていうかね、こうね、お、よし、さあ、そしてね、このベッドに戻ってみるとね、はい、こうやってね、ここ入れないんですよ。いつもこのね、このいつもピシッとしているんで、彼女の匂いがね、いっぱいこうとっても癒される場所なんですけどね。ピシッとピシッとしてるから中に入れる。はあ、入れませんね。これだいたいね、いつも挑戦してるんですけどね、無理です。まあこのね、男たるもの、いろいろ冒険も家の中ではあります。まあということで、退屈ではないということをですね、僕は言いたかったわけです。まあ、この家を守ってるのはね、僕だから。ね、まあ、僕の家ですけどね。いや、あっという間にいい時間になりましたね。
うん。これはね、僕の一つの仕事というかですね、ライフワークっていうんですか。なんかもう夕方くらいになると自然に一回眠くなるんですよ、必ず。これみんななりません？みんななりますよね。なんだろうな、毎日そう。こうやってね、ベッドで座ってるとね、まあちょっと目をつむりたくなるって、うん、まあ目をつむりたくなるっていうか、うん、目が開かなくなってきます。そんなに眠り込むっていう感じではないにしてもね、ちょっとこうね、穏やかなこの時を刻むわけであります。幸せだな、この時間、幸せだ。まだかな。もう。あ、帰ってきた。帰ってきた。おかえり、おかえり。遅かったね。もう遅かったよ。ねえ、おかえり。遅かった。本当に心配してたんだよ。え？なんでこんな遅かったの？うん。メールぐらいしてくれりゃいいのに。え？疲れた？疲れたんだね。いやお疲れ様。うん、今日はどうだったの？うん、どんな日でした？え、疲れた？うん、ちゃんといい子にして待ってたよ。うん、いい子でした。いたずらもしてません。あ、頭撫でてくれてね、ありがとう。うん、お腹空いたよ。うん、お腹空いたよ。うん、ね、ちょっと朝ね、少なかったから、うんうん、だいぶお腹が空きました。うん、いやお腹空いたよ。うん、お腹空いたよ。そんな何度も言わないで。ええ、何、え、何がいいかな。え、好きなの頼んでいいんですか。え、いつものでいいです。うんうんうん、あ、撫でてくれるんだ。あ、優しいな。うん、帰ってきてくれたんだね。嬉しい嬉しい。うん、頑張ったね、お疲れ様。うん、ご飯ね、ご飯。うん、そうだね、用意しよう。いやー、お腹空いたね。え、何？あー、いい子にしてたよ。うん、大好物？うん。いつもの？うん、僕大好き。うんうん。チェリーの好きな？あ、美味しい美味しい？うん？何？おお、ん、あ、よし、お、あ、ま、待て、待つ、待つよ、うん、待ってるよ、ずっと待ってたんだからね。
ま、待つ。何？待ってるよ。待てと言われたらね、待つのが仕事だからね。でも待たせるな。もう、いや、いい子だよ、いい子だよ、待ってたよ。うんうんうん、いい子。はいはい、あ、待て。うん、待つよ。うん、はい、さあ、うい、うん、あ、大好きな、うんうん、そう、分かってる。はいはい、おお、よし、定位置に、よし、ご飯、うん、しゃ、うん、いただき、あ、おちょちょちょ、ええ、待て、うん、お、偉いよ、うん、うん、ね、うん、待て、あ、いや、あ、僕が待つんだ、待つ。この時間ちょっと何？ん？うん、さあ、待つよ、うん、待つよ、うん、待つ、うん、うん、待つよ、あ、ま、もういいの？あ、え、お、あ、この、な、おいしいな、うん、うん、あ、おいしいな、おいしいな、これ、待ったかいがあったよ、これ、うん、うん、この、いつものね、このご飯が、うん、たまりません、うん、うん、この歯ごたえと喉越しと、いい匂いだ、うん、うん、たまらないね、うん、僕は、このために、うん、生きていると言っても過言ではございません。うん、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 あ、うん、うん、あ、うん、うん、あれ、ちょっと少なかったんじゃないですかね、この空腹からすると。うん、あれ、まあまあいいか、うん、完食ですよ、もうね、毎回そうです、もう、うん、ね、残した試しがありません、うん、全部食べちゃいます。うん、ちょっと少なかったかな。まあ美味しいんだけどね。うん。ああ、食べちゃった。うん。ね、満足。いやー、やっぱりね、ご飯食べた後のこの時間、なんかすんごく仲良く暮らすのに必要な時間なんですよ。こうね、撫でてもらっても至福の時です。ただね、ご飯もらって飼ってもらってるっていうだけじゃなくて、ね、この一緒にいるっていうことがすごく大切なわけです。うん、わかるかな。うん、ね、彼女もね、なかなか疲れてるとは思うんですよ、このね、世間のこの荒波に揉まれてね、外で頑張ってきてるわけですからね。一人でね、こう自分のことも全部やってるわけだからね、彼女は。ああ、炊事、洗濯、掃除、そして僕とお散歩。ね、本当に大変だと思うよね。うん、偉い。僕に構う暇って、まあ暇っていうか、暇？暇はおかしいか。ね、まあそういう時間があるっていうのはいいな。自分のご飯もね、自分で作ってるんだよ。ほら、手際がいいでしょ？テキパキしてるな。僕もね、これ毎回見てるからね、そろそろ自分でも料理できちゃったりなんかして、それは無理ですけどね。うん、え、なんかくれんの？くれないよね。彼女のね、夜の楽しみというかね、そこに僕はいつも一緒にこういさせてもらえるというか、うん、何を見てるかっていうとね、まあこれね、たわいもないものなんですよ。
どうってことないもんなんですけどね。まあ僕がいるのになんで他の犬を見たいのかはこれね全然理解できないんですけれどもね、全然わかりませんけれどもね、まあ付き合ってあげてるわけです。ああまあまあなんかねこう楽しみにしているようなので、私もお付き合いしてあこれ面白いなこれ。でもなんだかこうね、ちょっとずつこの時間にもですねいつもこうだんだん眠くはなってくるわけです、まあでもこうね、お付き合いしているね、わけなんでこうねあまりこううとうとはできないんですけれどもいろいろこうね僕にも見せてくれるんでねなんかねこの時間もとても幸せなんですけどなんか面白いね。ねえちょっともう寝ない？ねえもうねえちょっと見過ぎだと思うよ僕という存在がありながらねえまあ安心してるんだろうね僕が隣にいるからまだ寝ないの？うん？あそう。うん？まだ？今日は仕事が休みなんだね。朝から何かやってるんですよ、彼女がね。毎朝散歩してるからそんなの必要ないように思うけどね。何やってんの？何やってんの？掃除？何それ？お掃除してんの？床を。なんでこんな辛そうなことやってんだろう。不思議だな。不思議だな。疲れちゃうでしょ？ねえ。何のためにやってんの？なんかね、朝からずっとやってるんですよ、彼女。不思議なことだな。何のためにやってんのかな。まあそれをね、僕はこうやってよ。あ、な、疲れてる？大丈夫？ねえ、どうしたの？ねえ、ん？え、大丈夫？ねえ。いやー、いろんな道具がうちにはあってね。何に使うのかよくわかんないんだけど、大抵は彼女が家にずっといる日は彼女がそれで何かずっとしててね、それを僕がそばでずっと見てるっていうね、そう、ずっと見てるっていうこの図ですね。退屈？いや退屈ではないですよ。楽しそうにしてるしね、彼女が。ただね、道具がちょっとずつ増えていっているような気がするんですよ。ねえ、何に使うのか分かんないけど、僕をほったらかしにして構ってほしいな。せっかくの休みなんだから。本当に
これやってる時はね、僕に構ってくれないんだよね。暇だな。いや、退屈ではないよ。うん、一生懸命やってるようだしね。うん、何？え？何？呼んだ？うん。え？おやつ、おい、急だな、おい、いただきます。あ、ちょっと、一粒ずつって、もっと、いっぺんにまとめてちょうだいよ。え？おいしい、おいしい、もっともっと、撫でてくれんの、気持ちいい。僕と遊ぶ時間なの？ずっと待ってるかやって、またこうやって可愛がってもらえるんですよね。彼女がね、お休みの日はこうしてほぼ朝から夕方夜までずっと一緒にいるんですよ、本当に。あんまり彼女はお出かけしないな。そういえば友達いないのかな。まあそんなことないか。あ、いや、よく知らないけど、まあ僕という存在があるんでね。え、まあこうやって構ってくれて、あ、ボール？それちょっともう飽きちゃったな。そうそう、そうやって背中撫でられるとね、眠くなってね、来ますよ。またね。いや、疲れたね。おやつももらったし。こうやってね、頭撫でられるのね、嬉しいわけですよ。気持ちいいしね。この休日のね、このソファーの上で過ごすね、この、時間、これなかなかおつなものですよ。この時間がずっと続けばいいのに。ちょっと眠くなってきちゃうね。あれ？後ろの彼女、寝てます？寝てますよね。あら、わ、そうですか。お昼寝、僕より先に？そうですか。まあ疲れちゃったんだね。寝ちゃったか。静かにしとこ。あれ、お出かけですね。はい、行こう行こう。何？ハウス。僕専用ハウス。はい、入ったよ。僕ね、どっか行くの好きだからね、おとなしくするんですよ、こういう時はね。行こう行こう。どこに行こうか。いやー、いいね、いいお天気。外いいね。外好きだな僕。ちょっといつもとは違うとこだね、ここはね。いろんな匂いがするよ。美味しそうな匂いもするしね。ちょっと気になるな。いやー、気持ちいいね。散歩は楽しい。行こう行こう、どんどん行こう。どこに向かってるかね、僕全然わかんないんだけど、どんどん先行こう。行こう行こう行こう。いや、朝ね、お散歩しない日はだいたいどっか行くもんね。どんどん行くよ、楽しいな。あ、どうもこんにちは、こんにちは。いや、お散歩好きな彼女でよかった。
どんどん先行こう。ん？何？え？お、何？お、ああ、あ、ここに座るんだね。うん。ああ、ここに来るんだったんだ。ああ、どこに行くのかと思ったら、ここに行くんだったんだね。いいな。同じように座ってる人、周りにたくさんいるね。みんな何してんのかな。そよ風が気持ちいい。うん。いやいい感じだよ。ん？何？おやつ？おやつなの？おやつくれるの？これは、お弁当ですね、これは。いいな。いやこれは本当に外で過ごす時間っていうのは僕は好きだな。このなんて言うんでしょうか、何をするわけでもないですけどね、お家で2人で遊んでるのとはまた違った感じのね、リラックスできる時間っていうかですね。いやいい時間です。たまにね、こう彼女の違った面もね、見られるということがあったりしてですね、こうね、新たな発見が、いやこうずっと一緒にいるとね、こういろいろね、話してくれるんですよ、彼女。ためになる話とかもね、僕の知らない話とかしてくれるんです。え、コーヒーいらない、苦いから、いらない、飲めないの。幸せだな。いやいいお風呂でした、いいお風呂いただきました、ありがとうございます。いやさっぱりしたよ。はい、まあお風呂ね、疲れるんだけどね。そうだね、床濡れちゃうからね。ちゃんとね、肉球の間も拭かないとね。そうやってね。僕自分で拭けないからね。耳の後ろもね、結構ね、びしょびしょですから拭いてください。顔もね。気持ちいい。そう？でもね、ちょっと熱かったよ一回。間違ってね、このすごい熱いのがね、バッて出たけどね、まあ火傷するほどではなかったよ。大丈夫大丈夫。綺麗になったし嬉しいよ。今日外も行ったしね。念入りに拭いといてくれとかないと。風邪ひいちゃうからね。嬉しいもんですよ、お風呂も入れてもらって。どうです、朝からずっと一緒にいるっていうこの感じ。彼女と暮らしてどのくらい経つのかな。そう、優しいんですよ彼女は。僕が喜ぶポイントをね、もう分かってくれてるっていうかね。さすがっていうか、嬉しいこといっぱいしてくれるんですよ。そうこういうね、ブラッシングもお手の物でしょ。まあ僕もそう、彼女が喜ぶポイントってなんとなく分かってるんですよ。お互いがお互いのことを理解してるっていうかね。またそれを理解しようと努力することって大切ですよ、多分ね。そういうのがなくて揉めたり喧嘩したりっていうのを聞くことがあるじゃないですか。それはどうかな、よくわかんないけど、
僕らにはね、そういうのないと思うな。気持ちいい。お互いのことを大切に、思いやる気持ちっていうか。まあ、ちょっと恥ずかしいことですけど。僕はそれが一番大事だと思うし。まあ、こうやってね、されてると、優しい気持ちがね、彼女から伝わってきますよ。どうもありがとう。まあ、もう、ふっかふかですよ、僕。ね。今日はもう本当に、ぐっすり眠れそうです。はい。いや、もう、ファッサファサ。お風呂入る前と後じゃね、もうね。段違いですよ、もう。すごい。膨らんでません？僕。1.5 倍ぐらい。気持ちいい。彼女もね、ブラッシングすることでね、癒されてるんでしょうね。大好きだよ。今日はね、楽しかったよ。なんかね、充実してるというか、この家に来てもう何年も経つんだけど、やっぱり満足してるというか、毎日毎日ね、嬉しいことばっかり。彼女といるとほんと幸せだって思うもん。ほんとそう思う。まあ、うまく言葉にできないけどね。可愛がってもらえるし、僕も彼女に優しくしてるしね。眠くなってきたね。そうだね。いいんだよ。こちらこそありがとう。いつも。ゆっくり休んでね。おやすみ。